毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。さあ頂上決戦、クラシックモードやります。押しました。クラシックね、いいっすね。クラシック今これね、5試合目なんですけど、1試合目2試合目動画撮ってたんですけど、なんか切れちゃったんですよ。容量不足かなみたいなんで切れちゃったんですけど、その2試合がねめちゃくちゃ神回やったんですけど、ほんまに神回やって、めっちゃいいの撮れたと思ったら容量不足になってもうた。てか強キャラ見えすぎ。どうしよう、モモコハイデのに行っとこうか。めっちゃ強キャラ見えてるで。メイより、ヘビーディーとかハテナヘビーディーめっちゃ強。うわーこれハテナアンディーはいらんよ。アンディーはやめてくれ、最弱候補やでアンディーって。よしクラーク、その分クラーク来た。防御欲しい。キム取られたな。え、キム取るんや、リリーじゃなくて。珍しいですね。ちょいっとこ、もう全滅狙いたいんでちょい取れました。先生こっちやな。全滅狙うからモモコ置けないな。ビリー、アンディ前で、ちょい置いときながらラルフォイどこか。これで全滅っぽくいこう。そうそう、でその動画の話なんですけど、いやほんまにねめちゃくちゃいいものが取れた時に限ってそういうことになってしまった。キムがいるんか、全滅結構狙いにくいな。このままいきます。アンディ使います。アンディ使ってこのまま、おキムにめまい、なかなかいいんじゃない。キムにめまいはラルフなんか謎のクリティカル2回連続っすね。よしキム前にしてくれた、めっちゃいい。こっちからすればキムが一番嫌なんで、これは、ビリーかな。こっちからすればこのキムが一番ね硬くて嫌なんで、ちょいクリティカルいいっすね。でこのビリーは全然もうやられてもらっていいっす。うん、キムキングとミスタービッグ、あまだか、あれ溜まってるわ。あアンディ打ったからか、なるほど、全然いいっすよ。でちょい前に出してちょい使おうかな。ちょい前出しで、よしめまいもない。そうですね、これでいきましょうか。で削っといて、ちょい結構ダメージ入るんよね、やっぱ攻撃型なんでね、ちょいは。でここちょいやられてもらいます。で、まだ調整できるけど、いやもう調整する人ないな、多分勝てますね。うん多分勝てる、もう行こう、もうこれ全滅取れますね。こんな感じでいく、 ABD から。うんで、そうやな、ここさっきクラーク使っとこうか。どれだけダメージが入るかわからないんで、あこんな感じね。まあクラークのおかげで、うん、いけましたね。ラルフも結構強いからね、クラシックモード、やっぱ攻撃型に大ダメージを与えるっていう性能が、やっぱこういう頂上決戦とかかなり合ってるっすよね。狙い撃ちできるから。でラルフは意外とクラシックモードは、中の上ぐらいのキャラやと思いますけどね。でもう一回いきます。横チンさんね、先生はこっちか。ナコルル取られた。じゃブルーマリーともうハテナいっとこか、右上。件数いらんなー、いらねえな件数は。まあキムとかアンディよりマシやけどな。おメイリー下ろしてる。これむずいっすね、ハテナ、ハテナちゃうわ、余ってるキャラむずいなほんまに。まあテリーは取るとして、もう先にビリー取っとこうかな。テリービリーサウスタウンね。でバイスと、まあベニマルかな。ちょっとキャラ微妙やな。あーオロチヤシロや。オロチヤシロですか。これは参ったな。厳しいな、どう考えても。ベニマルかオロシェルか、どっちにしようかな。ベニマルかオロシェルか、いやオロシェルの方がいいかも。オロチヤシロが嫌すぎる。うわースキルないのかこれ。そしたらバッドやな。今の溜まったんちゃうかな、ゲージ。わー、溜まってる。マジでもう、
いや、たまるんはいいけど、ねえ、沈黙2体は嫌やな。剣数使います。で、このもう倒しましょう。うん、本地図倒しましょう。沈黙2ターンか。まあでもどっちにしても2ターンぐらい必殺使わない、うん、感じかもしれないですね。ナコル来た。剣数、これゲージもう一回溜まる可能性ある。お、生きる。おお、めっちゃいい、めっちゃいい。それはめっちゃいい。2回目使えるのはめっちゃいいね。で、ここはまだ我慢かな。ビリーはね。おお、剣数スキル強いぞ。めちゃくちゃダメージ取りましたね。うん。まあ、めまい。あ、まいスキル出てたんや。そしたら、上溜まるな。そうなんや。剣数は、やられました。ブルマリ行っとくかも。そうっすね。ブルマリ行っとこ。あ、ちょっと待って、これ。調整しよう。うん。あ、でも、どっちにしろ、ジョーがいるから。そうか。ジョーがいるから、あんま意味ないな、調整は。使おう。うん。あー、クリティカルいいよ。めっちゃいいっすね。アンディは倒さない。ジョー叩きます。ジョー硬いんでね。ジョー結構硬いなぁ。いやぁ、俺やし来たわ。これ無理やなぁ。ちょっと勝てるイメージが湧かないな。無理やな。もう高3レベルやな。もうこのオロチヤシロやっぱね、崩せないんですよね。マジで。もうどうしようもないと言っていいぐらい。結構厳しい。アンディ倒したけど、うわー、イオリもいたんか。もう絶対無理や。ウルマリー柔らかいし。レラムツベ、絶対無理やな。メイリーやられたね。で、オロチヤシロもう一回硬いんですよね。もう一旦。なので、ベニマル置いといて、テリーは使おう。うまい。ないの？これでもオロチヤシロまだゲージたまらんね。ここはもう柔らかいです、次は。あれ？柔らかいけど前に出してるんや。多分ゲージ溜まってないけどね。俺やし、うん、溜まってない。お、テリー、行って！なんでやられてんの今の。マジっすか？クソ弱えな、テリー。マジか、これ。ベニマル使ってバイス使うけど、いや、もう無理やな。もう一体いるでしょ、ほんで。テリーが生きてたらワンチャンやったんですけど、ここでテリーが生きてたらね。ゲージ溜まってたし、もう一体いるでしょ。あれ、いなかった？レラ結びどんだけ溜まるの。あれ、もう一体いない。チャンスあるか。じゃあチャンスは芽生えてるか。暗黒雷光剣、え、どう。お、マジか。ベニマルゲージ溜まったらで、シェルここゲージ溜まるんちゃうかな。10ターン、バイス前に行けるかな。バイス、シェル溜まる。あー、勝った。え、そうなんや。意外と倒してたんやな。で、シェル今のゲージ溜まってなかったってことやね。諦めたってことは。なんか自利品でいけましたね。そんな感じしてなかったけど。そうやな。ちょっと見返してみます。なんか最初に結構バババっていけたのが良かったのかなと思いましたけどね。なんせ、勝てると思ってなかったけど、いけましたね。ってことで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。